ジェームズ・デビット・ブックナイトは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州ニューヨークシブルックリンク出身のバスケットボール選手、NBA のシャーロット・ホーネッツに所属している。ポジションは、シューティングガード。コネチカット大学進学後の2019年11月7日に交通事故を起こし、NCWA から3試合の出場停止処分を受けた。処分が解けた後に復帰し、 2020年2月9日のシンシナティ大学戦でシーズンハイの23得点を記録。翌日に AAC の週間最優秀選手に選出された。1年目のシーズンは平均13.0得点、4.1リバウンド、1.3アシストの成績を記録し、オール ACC サードチームと ACC、オールフレッシュマンチームに選出された。 2年目の2020から21シーズン開幕前に、ジョン・ウンデンショーの受賞候補者のリストに選出された。2020年12月20日のクレイトン大学戦で、大学でのキャリアハイとなる40得点を記録した。2021年1月5日のマーケット大学戦で、左肘を痛め、手術を受けて8試合を欠場した。その後、シーズン途中の3月31日にチームを離脱し、 2021年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。ユーコン S バウクナイトバンド3ゲームズアフタークラッシュ ESPN.com2021 年7月25日閲覧バウクナイトネームド AC プレイヤーオブザウィークユニバーシティオブコネティカットアスレチックス2021年7月25日閲覧アモーレドムクリスチャンバイタル ジェームズ・バウクナイト・リプレゼント・ユーコン・メン・オ,ンオール・ AAC ・チームズ・クーラント・ドット・コム。2021年7月25日閲覧。バウクナイト・エクスプローズ・フォー・バット・ハスキーズ・ドロップ・ビッグ・イースト・オープナー・イン・オーバー・タイム。ユニバーシティ・オブ・コネティカット・アスレチックス。2021年7月25日閲覧。アモーレ・ドム・ジェームズ・バウクナイト・クリアド・ツーレジョイニユーコン。 メンフォーゲームアゲンストプロビデンスチューズデークーラント .com2021 年7月25日閲覧ユーコンガードバウクナイトウィルエンター NBA ドラフト ESPN.com2021 年7月25日閲覧ありがとうございます